はい、ちょっと固めのね回数やっていきたいと思います。録画開始開始。ルルがいるんでダメージは足りるかなというところで試しでやってみたいと思います。いいね。なんか目玉コレクター入ってんだけど、何これ、いらねえ。痛いぞ。帰れなかった者たちのために、いいね。私はこの肌と共に生き、そして狩るの。この美しい世界を私は守った。いい、もうちょい早かったら嬉しいんやけどな、毎回。は？なんで今の当たってんの？死なないこと。今のも意味なかったのかな。いいない。いいないか。まあまあまあ、ナイス。ここ気に入った。しばらくいようかな。駆られるのは。よし。戦うか逃げるか。私はもう逃げない。愚かね。に食べとくか。でもなんか踏んじゃった。まあまあ悪くないんじゃね、別に。やっと戦える誘拐法。まあでもこれオールエリーかよ。スコッチ、ケイトリンのウルトカバーしようとしても味方が動き回られるとわちゃわちゃしますよね。そうだね。
届かねえ。絶対ではない。準備だ。何事にも手は抜かん。逃げるか。私はもう逃げない。敵チームがドラゴンを倒しました。さすがにプレートスチールキャップだな。オール AD なら。危険危険。やべえ、フォーカスミスったフォーカスミスった、ごめん。水原一平、俺それワットと書いたんですけど、強いんすか？俺やってたよ。私に生き延びることを教えてくれたのはこの肌。今度は私がこいつに生きることを教えてくれた。スコッチ、ウルトギリギリ数量は空いてなかったですね。トップレーンのタワーが攻撃されています。敵の切り抜き。あ、惜しい。ボットレーンのタワーが攻撃されています。移動中です。波でマジ痛えな。波分で味方チームがリフトヘラルドを倒しました。最初のタワーが破壊されました。これ良くないな。タワーが破壊されました。危ねえ。今のケイトリンはふざけてだね。相手の弱点をつくの。おすぎ、死んでおきんのか。エンゲージのタワーが攻撃されています。タワーが破壊されました。ボットレーンのタワーが攻撃されています。しばらくいようかな。やべえな、チーム。チーム鬼腐りじゃん。スコッチ、大丈夫だ。安尾が多分後半頑張るよ。白目030の安尾頑張れそう。この美しい世界を私は守ってみせる。まあ言うてまだ3ピーか。ウェーブがチームウェーブ大事に。なんでそれみんなトップに走っていくの。私はもう逃げない。愚かな敵を倒しました。私はこの肌と共に生き、そして狩るの。エースいっとくか。いや、これウィッツエンドで、ウィッツエンドじゃねえ、マッシャー、マッシャーじゃない、リフトメーカー行って、
全員宝物して。やばすぎ。うまくね俺もしかして。まずいね。ランミだとアップ開発用意っていうのに普通のランクだと全然見ないのはなぜなんです。まあランミだからじゃない、ランミだからじゃないか。それはランミは別にビルドが適当弱い時間があっても別にいつか金入るやん。それじゃない、そうじゃないからじゃない？やってるよ。まあまあまあ、よかばい。すごっけ、何がだるすぎる。おすぎ、理解。AP 回差って、アンコアぐらいまで弱いでしょ、だって。うわ、やべ、外した。最悪や。下がれ。いや、さすがにやっぱ、いや、俺も思ったんだよな、今飛ぶときに。え、これ本当にウルトで行くのって。自分でも疑問持ってたのに飛んじゃった。てか、なんでバロン残っとんや、意味わからんやろ、その仕様。どういうことやねん。敵倒して、バロン取った方がええやん、そんな何してもええから。ずるいやろ、それ。意味がわからない。移動中です。敵のタワーを破壊します。タワー、いや、もう下がった方がいいと思うぞ俺。わお、
敵を倒しました。味方が倒されました。人数なんか足りなくね。ここ気に入った。敵チームがドラゴンを倒します。味方が倒されました。敵を倒しました。味方が倒されました。私はもう逃げない。いや、行くか。来られたらまずいな。え、当たってんの？あー、今の飛ぶべきだったな。まず倒せん。いや、てか仕事するな、ヤスオは。お前 W 早いね、いつも。ルルカイサ強すぎだろ。なんやこれ。どうやったら死ぬん。マジでやべえな。ルルカイサ強すぎて草。スコッケキャリーしてる今の感想ください。ルル強え。もうまっすぐ行ってよくね。普通にヤスオがおらんとな。ヤスオがおらんとちょい渋いけど、ポケもないし。おお、なんか持ってきた。痛い痛い痛い。敵のタワーを破壊しました。いや、ルル強え。レジェンダリー。味方が倒されました。ビクトリー。このビルド悪くなくね。
強いです。62000 62000だまげ。え、どうなんだろうな。ルルだけでもう全然なんとかできるんだったらルナハリとか言ってもいいけど、意外とあのこれがいいね。リフトメーカーのオムニバンプ、 Q のオムニバンプ、いや、めっちゃいいね。このビルド結構ハマったわ。ご視聴ありがとうございました。ルル最強です。そして、カイサのこういうビルドもやってみました。はい。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。